て今聴かせていただいた、作詞作曲のような一つのレパートリーを聴かせていただきましたけれども、ヒットの法則、これを過去30年間ランキングしたけれども10年ランキングされたもの100曲以上どちらの分析で、法則化したということでございますけれども、音楽のヒットの要因というのは、音楽の作り方っていうのがあって、最初に美味しいところをまず歌うっていうのね、サビを歌うっていう、これだと気づきを頭に持ってくる。そうすると今の点でこれ固めとけば効果見本になるよね。なんか一番肝心なところは一番最初に聞いての判断したよ。こっちは固まってる、あのリスナーたちは、この曲は一体何なんだっていうのをずっと引っ張られて、そのところにポンと出されることよりも最初にも歌ってくれた方が、その人の美味しいところに美味しいところに桜、扉、奇跡。